今日はね先導付きでやるみたいなんで、ちょっと小声で行きます。 XSR900、 あ、意外とスムーズですね。パワーモード B、 乗車姿勢も楽ですね。スタンダード、うん、ちょっといいかな。おお、 A モード、あ、すげえ、 A モードすげえ、 A モードすごいな。これハンクラ使わないと突きが激しい。いいわ。あー、これは早い。あー、これは早いわ。いやー、これ姿勢も楽だしな。走りたいときはこれいいな。 A モード、B はね、 B は楽、思いっきり開けてもそんなに来ないです。でスタンダードモードはね、まあ本当その中間ですよね。スタンダードと A のね違いが激しいっす。あ、これ気持ちいいわ。うん、まあスタンダードモードは街乗り最適っすね。軽く流す分には、いいじゃないですか。これなかなか、まあ渋滞でもねそんなに疲れない。スリッパークラッチのおかげで結構軽いっす。クラッチ軽いっすね。まあ、低速のギクシャク感もあんまりない。こう細かいクラッチ操作もね軽いから楽ちんですね。結構、左右のねコーナーも結構ひらひらっと、車線変更もいいんじゃないですか。ちょっと変えてみるか。 A モードです。おお、まあ、A モードはねちょっと開けるの怖いくらいかも。早い。スタンダードでいいや。さすがね、やっぱちょっと硬いね。硬いかな、硬め。失敗というか。
結構ねゴツゴツきますね。これがな、そうだよな、 XSR700 がねどんな感じなんだろうな。でもこれ乗っちゃうと絶対物足りなそうだな。まあもう確か発表になってると思うんで、ちょっと出てくるのが楽しみですけどね。まあでもこのモード切り替えできるっていうのはいいっすよね。飽きが来なくて。スタンダードとね、この何 A の A だっけの違いがね、はっきり出てるんで、結構ねスポーツモードとかあんまり曖昧だとずっとスポーツモードでいいやみたいなことになると、なりがちだと思うんですけど、これだけ違うとなるとやっぱ気分によってね結構いろいろ変えても面白いのかなと思いますね。うん、スタンダードでもね結構満足できますよ。これは普段はもうこれで十分。ブレーキもすごい効くしね、ガッと効く、ガッと。そうか、まあね、B もいいんだね、そういう意味では。充填の時とかもね、いいかもしれないですね、気楽な感じで。3気筒の音ね、あとヤマハ3気筒の音、やっぱちょっとトライアンフのがいいよな、これはな、しょうがないけど。よいしょ、ありがとうございます。よいしょ。スズキの GSX S750、 こちらをですねちょっとレンタルしまして、